チェルシー、スポティビーからとんでもない扱いを受ける。スポティビー、中央に三笘は入れたいな。でもビッグシックスは外せないな。せや、ムドリクが昨季活躍できてればイケメンで花があってここに乗せられただろうな。誰外すじゃなくて、ビッグシックスプラス日本人枠の三笘でええやん。正直今はチェルよりスパの方がヤバいんじゃないかと思ってる。チェルシーは来季多分復活する。カスパはもう入荷する。ブライトン、ビラに勝てないと思う。ケインが出る最後のプレミア広告だろうし許す。ケインを解放しろ。ユナイテッドをマウント、アーセナルをハフェルツにしてチェルシー成分足せば誰も文句言わんやろ。ブライトンの方が順位上だからむしろ自然すぎる。逆にチェルシーでピックアップできる選手がいない。チェルシーを象徴するようなアタッカーはもういない。チェルサポでも思う。チェルシーはこの選手だよねっていうのがいない。これから現れてくれるといいが。チェルシーに絶対的なエースがいればな。以前のベルナーとかルカクみたいに。チャンネル登録してくれるとめっちゃ嬉しいです。どうかよろしくお願いいたします。